ワイルサイードアッパースゴネームマイナスはエジプトのインターネット活動家、コンピュータエンジニアである。2010年1月より Google の中東北アフリカの地域幹部を担当している。エジプトの反政府デモの最中に行方不明になり、秘密警察に11日間拘束されたことをインタビューで明かしたことで国際的に有名になった。 ワエルゴニムは1980年12月23日にカイロの中流家庭に生まれアラブ首長国連邦で育った2004年にカイロ大学でコンピューター工学の理学士学位を習得2007年にカイロアメリカン大学でマーケティングと金融に関する経営学修士を取得した非政府組織の設立を発表ワエルの経歴は エジプト電子政府ポータルの開発にコンサルタントとして携わった機関も含まれる。2011年1月、ワエルは個人的理由としてグーグルにエジプトへ戻ることを告げ、社会不安の最中にあるエジプトへの到着後、1月27日に行方不明になった。彼の家族がアルアラビーや,や他の国際メディアで彼が行方不明になったと発言した。グーグルもまた、 彼が行方不明になったことを公式に声明した。クリス・ディボーナやハビーブ・ハッタドといった多くのブロガーが彼の居場所を探す運動を行った。2月5日、エジプトの反政府有力者であるムスタファイルナガーは、ワエル・ゴニムは当局に拘束されているが生きており、数時間以内に釈放されると発表した。2月6日、アムネスティ・インターナショナルはエジプト当局に、 彼の居場所の公開と釈放を要求する声明を出した。ワエルは11日間の拘束後、2月7日に釈放された。その際に、我々は要求を止めてはならない。これは新たなる政権の出発点だと発言し、デモ参加者の大歓迎を受けた。ワエルは、エジプトのドリーム TV で放送されているモナ、エルシャズリー司会の番組、午後10時に出演した。 インタビューでは、デモ参加者を称賛しながらも、死んだデモ参加者の名前を写真付きで司会者が読み上げた。時、ワエルは、悲しさのあまり号泣、カメラの映らない場所に退避した時は司会者もフォローした。また、同じインタビューで、デモ参加者に、ムバラク大臣を自分以上に求めることを促したと、発言。ムバラク政権を再度、クズと表現した。また、 エジプトのために尽くすとともに、妻の実家があるアメリカ合衆国に出国することは決してないと断言した。2月9日、ワエルはタハリール広場の群衆に対して講演を行った。反政府でも参加者に、これは一個人のためでも、政党のためでも、運動のための時間でもない。エジプトは一つと我々が声を上げるための時間だと発言した。 アメリカ人の夫人との間に二人の子供を授かる。ありがとうございます。